11月29日のケリヒメスイーツ、いい肉の日。お肉食べましたか？今日は僕はどん兵衛を食べただけです。なんかね、昨日ご飯行ったんですけども、何かに当たったのかめちゃめちゃ調子悪くてお腹のどん兵衛うどん、まあインスタント麺だから決してね、うん、よくはないんだけど、あ、そうだ、裏で遊んでて見てください、ナンバー51、一郎鈴木の番号ですね。50あるということは回せますね。もったいぶって今日のメインどころで回そうなんてことはしません。もうサクッと回します。で、天空人の方がいいかなとも思ったんですけども、新覚醒の中じゃあれがかなり強いしね。そう、大事なのが、そう、昨日10連回すと覚醒武器がいずれか1点確定だったけども、新覚醒が1点ではないですからね。てか天空人なくない？名探偵美食スーパーロボ、スーパーロボもこれ新覚醒、あ、新覚醒あるね、よかったよかった。まあ、新覚醒のスーパーロボとかはいいっすよね。下の方にいるか、天空の、まあ 1.45%、 ですね。で、オクセンキングの方、まあこっちが当たるとも限らないけど、こっちにも一応天空人とかあるか、家元、突撃隊長、スーパーロボは、新覚醒がないですね。新覚醒なしか。天空、まあ。じゃあ、オクセンキング出すより、って感じだよね。まあ、こっちはこっちで気になるけども、覚醒色スロットなんてね、今後いくらでも出るし。娘スロットもちょっといいかなと思ったけども、キウイとココナが個人的にはそんなに使いやすくなかったんで、ズボラなんで、ケリヒメ中はもう初期位置から簡単に倒せるやつとかね、強いやつとかばっかり使ってるから、ちょっと自分で調節しなくちゃいけないやつとかですらめんどくさくなってるってね、ちょっと悪い癖ですね。ということで、まあ9周年キャンペーンやってますし、超アニバ、ナイススペシャルスロット、こっちをおめでとうの意味を込めて回しましょう。ドブライブ、あ、まだ早いか。色味としてはいいのがそこそこあるけど、これはあれか、新覚醒のジャッジメントのか。いいね、新規アイテム、全部新規アイテムか。へえ。お、アンジェウェア、ナイトスターの召喚できるやつ。これは名探偵、あ、名探偵、主人公名探偵になってないから、名探偵にしとくだけでも良さそうだね。まあまあ強いし、青箱ぶっ刺しができるから、いつでも重宝はするしね。海賊コス、これはいらない竜騎士の新覚醒のやつだけども。おお、2つついてるね、効果。ウサギカレットのウェア、これは素材と、攻撃系か。で、新覚醒の、どうだろうな、新覚醒のジャッジメント。あんまり使ってないんだよね。どうせだったら 90% オフの時に使いたかったですね。で、これと、名探偵チェック入れておいて、普通のジャッジメントの方で、ルールオブヘル。レベル5になってね、このまま。どこがいいかな、キラタートルとか。でもキラタートルは光とか闇とか系だから、どの道軽減はしちゃうから、なんか地味にめんどくさいステージとかないかな。まばらわ学園はいつでもあるし、いやこいつでいいや。どうしようかな。万が一、万が一じゃないけども、
倒せなかった時のことを考えて、スーパーロボあたりを借りつつ、どこだっけかな、裏で回ってる時ね、やたらめんどくさいステージあったんだよな。新覚醒のジャッジメント、どういう内容でしたっけ。最後のグサってやる釜のあれが強いんだよね。ジュフム砲とか入ってるかな。これは単純にヒット数でやっただけだね。うん、まあそのヒット数でジュフを剥がして、周りのやつがいたにもかかわらず一気に剥がせたから、もうヒット数で剥がしていっちゃいましょう。チュルン。そして最後のこの釜が強い、718億。自分で出したダメージの中では最高じゃないか。人のあの天空人とか借りてね、あれでもあれって数千億いったんだっけどんくらいいったんだっけ かそのうち1兆とかいくんじゃないかとか話してたから、1000億ぐらいは言ってたんだろうね。再生リストとか見ると多分書いてあると思う。自分が出したダメージじゃないけども、何千億ダメージ、こんないくんだみたいなさ。あ、借りておいてスーパーロボ借りておいてカイトの方を使っちゃうという。カイトもだいぶ強いからね。やっぱ光属性、闇属性とかはね、使いやすいよ。属性関係なしみたいなもんだし。名探偵もいいかなと思ったけども、とりあえずは新覚醒ジャッジメントでいいかな。ある程度の呪符やシールドがあったらね、うん、こうやって剥がせるし、あ、剥がしきれなかった周りのやつがいなければ食いが集中したろうから、それで一気にやっつけられたかな。よし、じゃあここは青箱ぶっ刺しぐらいにしといて、新覚醒のジャッジメントを君だけにやってもらおう。軽減は入るわ。ちょっと待てよ、復活貫通ってないんだっけ、ジャッジメントって。今24でしょ。ちょっと倒さない程度にノアでも打っておいて、23、単純な攻撃力があるだけで復活貫通はないか、厳しいね。復活貫通今時ないとか復活貫通ないとか許されるのは小学生までだよねってそんなこともないけども、もちろんね、うん、ケースによってはゲージはないけどやたら硬いやつとかいるから、そういうのは相手にはね。だってさ、この何百億とかこのダメージを叩き出してるだけでも、うん、強キャラではあるんだけど、ちょっとここでは合わなかったね。残念。どうしようかな、名探偵にしといた方が汎用性あるかな。で、自分のシャムロ、まあシャムロ自体が強いから、とりあえず入れてるけども、シャムロもね、ある程度の強さ、シールド解除で青箱のぶっ刺しがあるから、そういう便利キャラとして言ってたけども、自分が名探偵になるんだったらって感じだね。あとは単純にこのキラータートルが強いってのもあるけども、ただ新覚醒、割と新しめの新覚醒でもこの感じか。ちなみにガチャは新覚醒の天空日とかスーパーロボが出たら個人的には当たりでした。あ、スキル使えばよかったね。新覚醒の強戦士もは悪くはないと思うけどね。なんだっけ、スーパークリティカルだっけ、オーバークリティカルの上の、うん、十分強いは強いだろうけど、億戦キングのガチャにしといた方がよかったか。いや、あっちは新覚醒がないから、うん、新覚醒の1個当たってるだけでもかなりいい当たりだと思うし、あの全部新規アイテムだったってのもでかいよね。ありがてえ、新しいアイテムはステータス強化、レベルアップにつながるからね。すいません、倒しきれませんでした。
シャムロは青箱じゃなくて普通に攻撃だったら倒せたね。もしくはやっぱジャッジメントに復活貫通がちょっとでもついてたら終わってたな。そう、新規アイテムが結構入ったからアニバコインの使いどころが増えたね。残念ながら 90% オフでなく 50% オフではあるけども、それでもね、半額でかいですよ。溜まった経験値を突っ込んで、うりゃー。覚醒色のやつはね、ご覧の通りステータスの増加もでかいから、うん、これは嬉しい。あと地味に忘れてるのがトロフィー系統の装備だよね。ステータスアップは全然見込めないけども、どれだ、星2ぐらいだっけ。経験値が多く突っ込めるんで、その分レベルアップにつながると。トロフィーなんちゃらはまだ残ってたと思うけど、ルーキーソード、あ、この辺りもそうですね。かなり昔のやつじゃないかこれ。あ、ルーキー系はプラス1になるまでが何千とか入るけども、うん、それ以降が1とかしょぼいんだったね。トロフィーランス、最近のやつかなこれは。トロフィーホニャララ系はこれね、経験値をどんどん突っ込めるっていう、こうやって、え、弱い武器なのにこんなに経験値必要なのってね、思うかもしれないけども、ケリ姫においては、うん、こういう経験値をいっぱい突っ込める機会自体がね、貴重なんで。なんでレベルアップ、これでいけるかな。うん、1088、やったね、ありがてえ装備だ。よし、まあまあ当たりでいいかな今日のガチは。うん、よかった、ドブライブにならなくて。では今日はここまで、また明日。